比嘉実と言います、はい、79歳です、61年少林寺弓道から連合会で空手始めたのは18歳ですね。大学入ってからもともとは柔道をやってたんですけど、ずっとね柔道っていうのは年中試合があるんですよ。あんまり好きじゃなかったからなんですよ。だから空手も興味があって、こちらのおじなんですよ、おじさんだから、まあ、訪ねてって、空手教えてくださいって言ったら、まあ、はい、いいよってことで。当時の、そうですね、ちょうどこのここですけど、場所は古い建物で、木造で、ちょうどこの辺ぐらいから庭で、普段の稽古はもう外で、雨降るだけが道場、外ですね、稽古は月経理から始まって天使、巻き上がるときついですよ、稽古はまあ、きついって有名だったですからね。まず死後絶対もうできないんですよね。久しぶりに会う人が来て もう話はしちゃいけない。まあ、鍛錬方法 もう先生が口ついてるの今そのままやってますね。もうほとんど変わってないですね。記憶は結構腰によく使うんですよ。だから腰使うからすぐできるんですよ。月が強い月が出せるんですよ。最初の人は腰を回してね、腰の感覚を覚えるんですよ。だから突く時もちょっと引いてもいいんですよ。これ引いてから、初心者はですね、腰を引いて、そう、この要するに野球をこう、ね、バックスインで突くんですよ。これバックスイングしないと当てないですよね。これバックスインで、ね、バックスイングして、そう、はい、そう、はい、これで次は、はい、そのままに、はい、はい、そのままに、その時にね、きちっと入れて、そう、引かなくてもこれ使って引いた効果が出る。江戸県の特徴は腰ですね。もう重心が来るってもう負けてるんですからね。だけど重心は最後までこう回さないと跳ね返すぐらいのね。だから70やっても80やっても腰さえ使えばできる。はい、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 パンチはですね、肩の全ての肩の基本と言われてるんですよね。まずワクチンしますね。そしてこれ尺ですね。これを全ての方の尺になりますからね。これ全部例えばピンガンでもこうしたらそのままこうなったらダメですね。何半時なんですね。全部何半時なわけです。これきちっとですね、これが切ってるかですね。で、丹田で切ってるか、これがこういう余裕が出たらいいですかね。まっすぐ
でこれを上げたら、上げっぱなししたら上がりますよね。上げたらまた落とす、また落とす。でこれが締まるように、疑問が出た場合7日に戻って検証しなさいって言われているぐらいですからね。だから非常に言われた人は基本理由では重要な方ですね。型自体は基本の組み合わせなんですよ。ジグソーパズルみたいにね、ここは浮き足、はい、次は次は猫足、上段浮き足、前屈足、それを型通り習った基本通りやれば、型が組み立ててどんな難しい型でも組み立てられますよね。だからいきなりこう型しないで基本基本基本やったら、先生自体がもう基本基本だったんですからね。ジョンでもそうだけど、普及型1でも2でも基本の組み合わせなんですよ。だっていくつかの基本が重なって、まあちょっと最初の人がやりにくいところもあるけど、やっぱし基本やってる人はすぐできます。やっぱし基本ですよ。T 字を握るというのは非常に大切なんですよね。やっぱし握った瞬間をカチッともう鉄にしないとですね、手が負けるんですよ。相手をぶわっとぶつかった前にこうしてね、少し軽めにね、ここでバンッ。当て場というのは当たる瞬間の破壊力なんですね。当て場、そういう当て場を出すためにはやっぱし握りですね、スピード、回転がいるんですよね。こうしてね、そう、すぐ押すの好きはですね、弓道館には昔からあるんですけどね、溜めてからこれをガッと押し込んで、こうしないでね、そのそのこうしてね、基本はですね、下ろす感じになりがちなんですよ。もうきちっと基本を締めです。基本ですね。弓道館は一番はもう何十の武士道というんですよ。天才的な人じゃダメで、難儀した人が武士だよって、要するに難儀した人が強いんだよって。それとね、式の TV 道というんですよ。世間はね、 TV あんた上だよって、上には上があるというですね、標準語で言えば。そして先生から受け継いだ技、精神、鍛錬法、そういうのはですね、やっぱり正しく守って、こっちがかっこいいから通おうがとね、そういうのはやっぱりかっこ悪くてもいいから、とにかく先生から教わったのをそのままやっていきたいと思ってます。はい、横に、はい、横に、まあ、生涯かけても弓道無限って言いますからね、もういくらいくらやってももう到達点がないんですよ。まあ、いつまでも鍛錬。